はい、どうも、大悟です。というわけでですね、今日はですね、今すぐやめてください。頭の悪さがバレる行動ということで、まあ、頭よく見せようと思ってね、僕らってやっぱりいろんなことを無意識にするんですよ。自分の価値を証明しようとして。ところが、これね、かえって逆効果になっちゃう人っているんですよね。これかなり痛い人間になってしまうので、まあ、これだけはやめてね、というものを今日はご紹介したいと思います。本日のワインはですね、でかい、ハーランステートマグナム2018年、ちょっとね、最新ヴィンテージのマグナムもちょっと開けちゃったんで飲みながらやっていきたいと思います。乾杯。はい。ということでですね、でかいですよね。顔のサイズと見ても、はい、1.5 リットル入ってるんでね、だいぶじわじわ飲めそうな感じしますが、やっぱ濃くてうまい。はい、ハーランはやっぱりね、いつ飲んでもうまい。本当に若くても美味しいし、時間経っても美味しいし、はい、まあ、こういうワインがね、まあ、やっぱいいワインだなと思うんですが、まあ、置いといて、はい、で頭がよく見える方法についてし調べたベーラマイン大学の、研究をベースに今日は解説したいというふうに思います。これですね、182人の人たちを集めまして、できるだけ頭がね、よく見えるように振る舞ってもらうということをやって、で、それをですね、ビデオで撮影して、で、後から第三者に見てもらって、この人、頭良さそうに見えますかってことを聞いたっていう、そういう研究なんですよ。で、結果ですね、どうなったかっていうと、頭をよく見せようとして、頑張れば頑張るほど、実際の IQ がバレるっていうことが分かったんですよ。僕らって、頭よく見せようとして頑張れば頑張るほど、これ先行研究でも示されてるんですけど、実際に頭が悪いってことがバレるんですね。だから、変に自分を頭よく見せようとかってことをしたりとか、あとは自分が普段と違うキャラをですね、演じたりとかして、自分をよく見せすると、大体滑るわけです。女性の皆さんとか、経験ありませんか？男性が、自分がすごくモテてるとか、価値がある男だっていう風に見せようとして、必死な男を見て、うわぁ、こいつ残念だなぁ、普通にしてやいいのになって思う人がいるじゃないですか。あれがまさに、頭をよく見せるという行為でも起きちゃうんですよ。例えば、どういう行動が頭をですね、かえって悪く見せたのか、自分のね、頭の悪さを露呈したのかということもですね、この研究では分かってまして、例えば、なるべく真面目な表情をする。みたいな。なるほど、みたいな。真面目な表情をする。これダメなんですよ。人間って実はね、真面目な人よりもクリエイティブな人の方が頭いいという風に感じる生き物なんですね。だからほら、芸人さんとかでもクリエイティブな人ってすごく頭良さそうに見えるし、実際頭がいい方多いと思うんですけど、そういうのもあって、実はね、真面目さと頭の良さっていうのは全然別なファクターなんですよね。とか、あとは、ジェスチャーをあまり使わない。まあ、それこそね、政治家の人のなんかね、会見とかでも、やっぱほらね、なんとか大臣とかじゃない、こうで読み上げたりするのがありますけど、全然日本人ってジェスチャーを使わないじゃないですか。このジェスチャーが少なくなればなるほど、実はかえって頭が悪く見えるんですよ。でも、ほとんどの人は、自分をよく見せようと思った時には、ピシッとスーツとかを着て、ちゃんとしてるように見せるために、なるべくジェスチャーとか動きを使わないという風になるんですが、実際はジェスチャーを使った方が頭よく見えるわけなんですよね。面白いですよね。あとは、やりがちなもの、これはビジネスの業界でも科学者でもいっぱいいるんですが、難しい言葉を使う、いわゆるテクニカルターム、ジャーゴンとか言うんですけど、専門用語ばっかり使ったりとか、しかもその専門用語使ってもいいんですよ、使ってもいいんだけど、分かりやすい説明ってのをつけてあげないと、かえって頭悪く見えるんですよ。難しいことを言っているのに説明が分かりづらい人ってのは頭悪く見えるっていう研究がありまして、まあ、そういったところからもやっぱり言えるわけなんですね。だから変にやっぱね、自分のことを頭よく見せようとするよりか、素で言った方がいいわけなんですよ。あとはもう一個、これはね、結構頭がいい人とか、仕事ができるように自分を見せたい人はやりがちな行動なんですが、周りよりも素早く行動する。素早い行動ダメなんですかと思った方いると思うんですよ。実はね、素早い行動する人ってあんまり頭よくは見えないんですよ。なぜかというと、頭がいい人ってのは考えてから行動する、考えてちゃんと計画的に行動するっていうのが、僕らのですね、いわゆる本能に刻み込まれてるので、慌ててバタバタ行動してる人って下っ端っぽく見えるんですよ。だから頭悪く見えちゃうんですね。だからぜひ皆さんもですね、そういう風に自分の頭の良さとか、仕事ができる人間ってことをアピールしようすると、かえって頭の悪さがバレるので気をつけましょうというのが今日の研究でした。はい、じゃあどうやったら頭よく見えるのかっていうと、これも簡単でですね、例え話を極めるのがすごく大事なんですよ。例えが上手い人って芸人さんでもそうだし、まあ、ハーバードとかね、スタンフォードとか人気の先生もそうですけど、みんな例え話が上手いんですよ。難しい話をしてるのに、まあ、これは例えるとこんな感じなんですみたいなことを言う人ってめちゃくちゃ頭よく見えますよね。中田敦彦さんともね、そうだと思うんですけれども、じゃあそんな例え話どうやったら上手くなるのか、実はね、例え話って上手くなり方があるんですよ。で、こういった例え話の極意、モテる儲かる、例えば上手くなる方法 とか、まあ、そういった方法をですね、僕のやっている D ラボの方では、過去のね、論文とか研究にもついてたくさん紹介しています。ぜひですね、いや、本当にね、周りから一目置かれる人間になりたい、話上手くなりたい、例え話上手くなりたいという方はですね、ぜひ番組の概要欄の方から知識のネットフリックスこと、Dラボの方をですね、登録していただくと、まあ、全部動画見れますので、ぜひですね、勉強してみてください。それではですね、続きは概要欄、Dラボの方から、お待ちしております。それではまた次回、バイバーイ。